なんかメイクするときとか耳に輪ゴムつけるとむくみが取れるとか言うんですけど、はい、昨日から来てくれてるみんな嬉しい、ありがとう、出勤頑張れみんな。私マジで今日寝坊したと思った、絶対絶対寝坊だと思って、てかめっちゃ顔むくんでる。え、なんかすごいさ、むくんでる時ってさ、わからない、こうなんか、うわ今むくんでるなみたいな、ボケてたし、すごいむくんでる感が、なんか血流が滞ってる感がすごいですね。おはよう、おはよう、はって楽しい。おえ、まじ、あ、本当に、いや昨日寝よ、ちょっと夜遅くなっちゃって寝るの。そうで、なんか絶対明日やばいと思って思ってたんだけど、一応目覚ましはちゃんとかけたんだけど、パッと起きた時に、あ誰もいないと思って、誰もいないって感じがしちゃったんですよ。わもうみんな行ってるわと思って、学校やっちまったと思って、あ絶対もう10時くらいだなと思って 朝の10時だな今と思って、もう私、パッて見たら7時12分でした、確か 危なかった、怖かったよ、もうみんなに謝らなきゃと思って、携帯もう75が早く開いてまず謝らなきゃと思って携帯つけた瞬間7時12分だった、危なかった、本口さんかわいい、ありがとう、みんなサプライズから12年の時点で動揺を隠せない。12年前の初は何をしていた？ 12 年前はまあ大体7歳とかか。まあ1年生か。小学校1年生は、何してたかな？わかんない。バッタ集めとかしてましたね。なんで突然朝配信？なんで突然？突然ではないでしょ。なんか前朝配信ちょくちょくしたらできたらいいなーって言ってから1回くらいしか朝配信できなかったから、ちょっと久しぶりやんなきゃなーと思ってやりました。今日白飛びはね、照明じゃないんですよ実は。これ照明つけたらこうなるんだけど、これね今自然光なの、これあのね今自然光が白飛びさせてる私を。おはよう、おはよう、眉毛の方の血流の滞りがすごいですね。朝から綺麗に見られていい一日です。私のことですか？この今のひどい顔面のことですか？朝のひどい顔面のことを褒めてくださってますか？もしかして。朝から配信おはようございます。おはよう。こう眉毛を揉むとむくみが取れるんですよ。こうやってもみ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 ってすると。おはよう。くりずしさん、ありがお花。おはつ。今日は私の誕生日です。あなたが私の誕生日を言ったら私は嬉しいになります。ハッピーバースデー。ファイトさん、おはよう。エースのアンペアとマクユウさん、ありがとう。もうみんな仕事行ってるでしょ。仕事現場とか学校とか行ってますよね。いやー、それにしてもひどいな。顔面がひどい。本日も頑張ります。本日。おはよう。おはよう、おはよう。朝から気持ちが上がらないときどうか、どうして。ああ、ありますよね。どうしてるかな。特に何もしてないけど、散歩とか行くと結構、いい一日になった感半端ないんですよ。朝から散歩とかするとめちゃめちゃ意識高い系みたいじゃないですか。だから、なんか朝から散歩したら、あ、今日、いい一日になりそうだなって思うと思います。こんばんつー。仕事まだ大丈夫なんだ。仕事終わず 終わったの？
おはよう、出勤中？頑張れみんな。こんばんつ、おはよう。ご住館には頑張ってください。ありがとうございます。おはつ、ワンチャラさんもまだ行ってませんよ。お仕事の準備中？頑張れ。おはようございます。ローラーの美顔器、あ、持ってます、持ってます、私も。リファとかですよね。リファは、持ってる。でもなんかもやりあんまやりすぎるとなんかたるむとか言う人もいるし、どっちやねん。でもまあ確かにむくみは取れるかも。今日はお休み、おはよう。メイクしてんの偉いね。私は今日焼け止めと、なんか本当はもうちょっとメイクしようかなと思ったけど、リップとかしか塗ってないかもな。だからここのニキビ跡とかそっち丸見え出しちゃう。おめむもね、何も言えねえ。だから寝起き感のある顔を今日はみんなにお届けしようかなと思って。うん、そうだよ、みんなを考慮した上での。朝の頭回らない時、朝は頭回らないものでしょ。うん、朝から頭フル回転の人はいないよ多分。まあでもやっぱ運動とかストレッチとかしてたらある程度回るようになるんじゃないですかね。うん、来た、おはよう。荒木重忠さん、ありがてるてる坊主。そうそう、うん、もに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 、おはよう。ご実感と完了、お疲れ。おはよう、みんなおはようだね。まあ、みんな朝で多分忙しい時間だからさ、あんまりコメントとかできないと思うけど、まあ、できなかったら私がなんか適当に話すから聞いといてください。朝ごはんもう食べた、これから食べます。この配信終わったら食べます。今日の朝ごはんはスパムおにぎりです。イエーイ。お母さんが作ってくれてました。私朝ごはんいつもご飯じゃなくてオートミール食べてるんですよ。でオートミール食べてるから私ないかなと思ったけど、オートミールで作ってくれてた。優しくない、優しくない、さすが母。おはようございます、おはようございます、おはよう、おはよう。そう、美味しそうでしょ。美味しいよ多分。おはよう、朝配信だからメガネかと思った。いや、メガネかけちゃうと本当にすっぴん感、まあ、今もすっぴん感あると思うんだけど、なんか本当ひどいんですよね。そう、昨日に引き続きスパムです。おはよう、おはよう。あ、じゃあちょっと宣伝でもしとこうかな。今私のプライベートメールでは、あの、まあ、誕生日までを目標にしてメールをハッツと、宇多田ハツカのハッツと、ハッツ8のハッツにかけてメールを8通送る企画をしてるので、ぜひね、気になった方は撮ってみてください。あと、あの、私にメール質問をハッツタグとかツイッターでハッツタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグをつけてハッツタグとか、まあ、やじこめでメールに、メールの対しての質問ですみたいな感じで、何でも、好きな食べ物は何ですかとか、そういう質問してくれたらメールの中で答えるっていうこともしてるので、ぜひ気になった方は質問を待ってます。おはよう、かけかこ、おはよう。私のお母さん料理どうですよ。いや、美味しいですよ。まあ、みんなお母さんの料理美味しいっしょ。どうなんだろう、ご両親が作った。うー、グッドモーニング、ハツカ。グッドモーニング。かわいい、Thank you。おはよう、そうだね。ヒトミーズバック、そうだね。ボイパみたい？可愛い写真もいっぱい出とく。まあちょっといつも同じくらいで、同じ、うん、これ前回のメールと 何が違うんだろう。あ、ピースしてるかしてないかなみたいな写真とか送ってますけどね。まさくまさん、ありがくまー、ありがくまー。朝のルーティン、朝は起きたら必ずうがいと顔を洗う。うがいと顔を洗って、そしたらちょっと
とゆったり過ごす。ご飯食べたい。あとお湯飲む時に余裕があったらお湯飲むかな。上手？ボイパできたんだ。これボイパできてるの？ できてるの？これ、これボイパできてんの？ できてんの？無事に寝坊しました。おめでとうございます。まあ勉強してたからだよね。えらいえらいえらいな。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。ぽかった。やった、耳の形いいね。ありがとうございます。おはよう。妹たち起きてる？もう妹たちはもういないですよ、学校行って。そう、もうすでに行きました。そう、1日8通メール送ってるからぜひ読んでみて。8通って意外と首長いね。私首長い族です。首長いと思ってる自分で。わかんない、そんな長くないか、わかんない、なんか首長いなって自分で勝手に思ってた。今日は何して過ごす？今日はやんなきゃいけないことがあるから、そろそろやばいなみたいな、そろそろ手にかからないとやばいな っていうのがあるから、まあそれをやりつつ、あと生誕祭が28日にあるから、その練習を今毎日ちょこちょこしてるから。そう、昨日はオープニングとユニットをやったから、今日は中盤とアンコール この言っちゃって大丈夫かな。まあまあみんな分かってるよね。 みんな分かってるから大丈夫だよね。中盤とアンコールやろうかなって。こんばんつー。今仕事で愛知来てるの？そう、生誕祭台風来るってなんか誰かも言ってた。マジで？満ちゃん中止になる？それはもうついてなさすぎるな。台風情報。誰と長い、同じくらい長い？いや、だね。あ、ほんとだ。28日の、あ、でも過ぎてそうっちゃ過ぎてそうだな。3時って朝の3時だよね、これ多分。過ぎてそうっちゃ過ぎてそうだけど、どうだろうな。なんで台風来るの、今。なんで？さあ、元気でなかったのに。お初、初談をし、やった。おはよう。ファンサービスいいね。やった。生誕祭は上手と下手どっちがおすすめ？でも私は基本的に真ん中のブロックがおすすめかもしれないな。基本的に真ん中目がいいかな。あずかちゃんおはよう。そろそろ支度するので、またね。あ、見てくれてたの嬉しい。またね。いってらっしゃい。いってらっしゃいっていうか、準備頑張ってね。ヒカルの初のこと褒めてるよ。朝から偉いって。ヒカルも配信してんの？ヒカルの方が、ヒカルも配信してんのか？でも、ユニットのこととか考えたら、めっちゃ下手、上手行くより真ん中の方にいた方がいいと思います。あ、本当だ、ヒカルやってるじゃない。偉いって自分も偉いやないかい。何言うとね。何言うとね。自分も偉いやないかい。チューブの人がめっちゃ配信してるやん、チューブ3人。おはよう。あら、褒めてくれるの、ありがとうございます。そういうとこ好きですか。ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう。雨の日だと公園が一曲増える時代が懐かしい。懐かしいね。戻ってくるじゃん。あ、今日じゃない？しつこい。おはつ、おはよう。そうですね。おはよう。そろそろお腹減ってきたな。まあ、30分に終わろうと思ってます、この配信は。まあ、皆さん今日も一日、仕事だるいな。学校がだるいな。
主婦大変だなとかいろいろあると思いますけど、まあ皆さんが頑張っておかげで世界は回ってます。ありがとうございます。友達にうちわのモバメ見せたら君の推しは天才かって言われたの。え、本当に褒められちゃった。やっと。うちわの、あ、うちわ、あれ昨日のうちわ、昨日のあれ、本当にジメジメと蒸し暑いよね。水飲めないよ。うん、いいこと何も言ってない。いいこと何も言ってないけどね今。おはよう、みんなおはよう、おはよう、おはよう、ただでよう。そうだね。あ、昨日のね、質問の返したやつか。それを見せてるあなたも可愛いわ。ちょっと待って。おはよう。ハチタン欲しい、やったん。おはよう。え、なんかあれだね、8時人来ないかなと思うんだけど、みんな来てくれて嬉しいですね。まあでもちょっと大変か。おはよう。微妙に添えた、ほんと。台風の存在全然知らなかったんだけど、昨日コメントでちょっと見て。でもさあ、東京かぶでも3時の時点でここだったら、公演する頃には多分過ぎてそうだけど、どうなんだろうな。AKB ホテルって台風来たらどうなるっけ、中止になるっけ。どんくらいの台風だと中止になってたっけ。覚えてないな、劇場覚えてないや。おはよう、ハテ楽しい。いや絶対違うやん。もう絶対違うのに、名前が大西桃子推しって書いてるんじゃない。まあ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 、まあ、ここでハッタン推しってことですよね。この今の時間はハッタン推しっていうことですもんね。それはしょうがない。おはよう。出勤中だから逆に見やすい。あ、本当によかった。電車の中で見てる。お、電車大変だね朝から。おはつー、おはつー。直撃されたら中止、電車が止まらないと。あ、なるほどね。今日は雫公演だよね。そうだね、雫公演8人バージョンの初日ですね。あ、電車が止まったら、え、東京の電車って結構すぐ止まりません？わかんないんだけど、なんかね、愛知の電車って地下鉄とか、まあ名鉄とか、まあそこら辺とかわからんけど、あんま止まってるイメージないんだよね。なんかあんまりなんか時間遅れたりとかなんかあんまないんだけど、なんかあのさ、なんか東京の電車ってさ、すぐにさ、え、何、遅延しません？なんかお仕事とか行く時とかにさ、パッて見たら遅延してるって、うわやばいやばい、遅刻なるじゃんみたいな、めっちゃ多いんだけど、なんであれは。まあいろいろとあれですよね、きっとみんなの安全とかを考えての遅延とかだったりすると思うんだけど、なんかすごい、あ、なんかわかんないけど、体感愛知で過ごしてた時はそんな止まってなかったと思うんだけどな。でも愛知で過ごしてたって思うんだけど。イエーズ、ハツタン美味しい、やった、ありがとう。おはよう。電車の中でハツカを拡散、あのみんなに散らちゃった。え、でもこの顔拡散されてほしくないな。この顔やめてほしいな。そう、京葉線はすぐ止まるんだ。ひーちゃん初日だね。みんな初日、まあ、あ、そっか、ひーちゃん、そっか、劇場出てないもんね。年版の公演の DMM を見るのも自腹ですか。そうですね。うん。電車絶対毎日なんかある。あ大変だよね。え、愛知そんな止まらないよね。え、愛知も人多いからね、みんな言うときますけど、言うときますけど、な、地下鉄とかだったら普通に多いですからね。まあ確かに東京は、
ちょっと自分の想像を超えた範囲の人の多さじゃない？え、まだ詰め込みます？みたいな。ん？これまだ詰め込むんですか？ってくらい詰め込んできますけど、まあ、愛知も本当になんかもうこういう時間とかで乗ったら多分相当人多いけど、でもやっぱりでも確かに東京は私の想像してた満員電車の 1.5 倍くらいすごかった。え、なんかどう見ても満帆なのに人が入ってくるんですよ東京。え、怖いと思って、え、何まだ入ってくるのって、もう私もう本当に疲れちゃった。だからこの毎朝これを乗って仕事に行ってる皆さんとか、まあ、学校行ってる皆さんは本当にすごいなと思いました。すごいね。確かに美咲の卒業公演延期したわ。そう、確かに確かに人が多いってね。そう、確かにね。なるほどね。へえ、武蔵野線と京葉線止まるんだ強風で違う路線同士で相互乗り入れしてるから一箇所延停すると他の路線も止まってしまう。なるほどね。ハートのメール取ろうか悩んでる。ぜひ取って、ぜひ気になったらぜひ。そう、名古屋の地下鉄もまあ地獄じゃ地獄だよね。今ハッピー満員電車。しんごさん、ありがパラソル、ありがパラソル。京葉線は海沿いで高架だから風の影響がすごいけど、なるほどなるほど。いや面白いですね。なんかハートの隣だった人羨ましい。もうそんなこと考えた暇ないから、満員電車なんて、うわーもうきついよ、死んじゃう死んじゃう。そうお代理券を取ってもくださるんですね。まあそんな素敵なメールを送れるかちょっと自信ないけど頑張ります。ジュンさん、かわいい尊い、ありがとう、ありがとう。金山の人の多さすら怖い金山ね、なんかでも本当になんか一時期リハに毎朝そう出勤時間、みんなの通勤時間くらいの時に東京の電車乗んなきゃいけない時があって、仕事で、おはよう、車通勤ないな、おはよう。そう時本当にね、毎朝はまたこの時間に乗んなきゃいけないんだって地獄でしたね。もうなんか本当にあれはすごいよね。あと池波分かんなきゃ終わりにってことありますよ。うん、あ、ましょ、王道アイドルチーさん、おお、私よりアイドルしてる名前だな。ありがとう。待って、やばい、30分に終わるって言ってもう25分だ。そろそろあと28分だったらランキング見ますね。こう首の付け根が、朝の東京の電車すごいよね。うん、本当にすごいと思う。みんな大変だよな。前々回生誕祭での初の夢を披露したの最新版が見たい。あれね、てかなんかあれどれだけ夢叶えられたのかとかちょっと見たいんだけど、あの紙どっか行っちゃったからもう一回書き直さなきゃいけないな。でも私も思った、最新版っていうかどれだけ夢叶えられたかなみたいな。サラリーマンの皆さんも大変だよ本当に。サラリーマンのみんな大変そう、あとさ、わかんないけどこれは私のさ思い違いかもしんないけどさ、結構東京の電車乗ってると、まあ半分の確率ではみんな降りるときに、自分が降りるときに相手が周りの人は降りなくても、まあ降りなくても降りてくれたりするんだけど、半分降りの確率でまあ動かないときはありません？降りたいんだけど、ほんと反対側のドア開いた時とかほんと最悪なんだけど、もう誰も降りなくて、あ、すいません降りますって言っても、誰も降りない、いや、避けてくれないよって言う時とかありません？たまに。もうその時もうパニックよね。わ、やばいやばい、降りれない降りれない。お、遅刻遅刻みたいな。大変。通勤中？大変だな。頑張れ。大将とマークさゆきさん、ありがたこ。大宮駅か。
もう慣れた。さすがだね。今日休みだから大須行ってくる。おお。いいね。大須。実はね、昨日私服買わなきゃいけなくて、お仕事で大須行ったんだよね。ちゃんと感染対策していきましたね。でも大須行ったけど、そう、服あの買いました。それで今日行ってたら会ってたかもね。正座されたった？あ、本当に？月曜日楽しみ。やったー。え、昨日も行ってた？嘘。じゃあ会ってたんじゃない？オリジナル。避けてくれないときはもう押すんだ。そう、降ります降りますって。降りれず終わるパターンもやっぱあるよね。絶対あるよね。だって私もこれ降りれる？とかって思ったもん。そう、タックルで行かなきゃだね。降りますって言う、まあ言いますよ。でも降りますみたいな、すいませんみたいな。ハト楽しい。イエイ。すごい。大須行ってたんだ。じゃあ会ってた気がするな。分かんない。すれ違いか。私結構何着くらい買ったの？でも大須では1着かな。大須で1着買ってね、そう。それでもちょっと服なんか気に入る、なんかその買わなきゃいけない服、気に入る服がなかったから、もう1個買う。そうだから、そのまま歩いて栄って矢場町かな、矢場町のとこにあるパルコに行って買いました。そうそうそう、しょうしょうしょう、大須行ったら服売ってるかなとかって思って買ったんだけど、そう、すごいローカルな話題だね。一旦、あ、ヤバトンさん、なんかさ、大須とさ、ヤバ町の間にね、ヤバトンができたんだよ。確か。なんかヤバトンはまあいろいろとかやるか。いいね、ヤバトン行ってたんだ。一旦電車の外に出ると入れないうちに発車されそうな時ある。あー、なるほどね。そうだよね。あるね。あるよね。お兄ちゃん。ハッツ、送ろうか。何を？何を送るの？ああ、どういうこと？あの夢の紙？あ、いや、そう、パルコ行きますよ。大須って東京で行ったらアメ横かな。上野のアメ横って感じ。まあ、上野のアメ横、うん、なんか上野のアメ横をちょっともう少し小、なんかちょっと、まあ、あの上野のアメ横って結構なんて言うんだろうな、なんかちょっと。ちょっとなんて言うんだろう、なんか、うん、屋台感じゃん。屋台感を商店街感にした感じ。まあお時間8時半だったから、そろそろ読まなきゃね。そう、まあまあ別に私は何があるわけじゃないんだけどね。まあみんな朝見るのに30分ぐらいがちょうどいいかなと思って。ヤバトン行ったことない。私もね、ヤバトン1回しか行ったことないよ。あー、秋葉か。メール登録した？嬉しい、ありがとう。秋葉ね、まあでもなんか秋葉ってさ、秋葉原さ、ちょこちょこ行きますけど、 AKB48 なんで。秋葉原、まあ確かに、まあ、ぷいっちゃぷいか。でも商店街だよね、商店街。そうそうそう、アメ横を少し清潔にしたい。怒られちゃうけど、アメ横さんに怒られちゃうけど、そう、アメ横をちょっとなんだろうな、清潔にしたい。なんかこう屋根があって、屋根あるんですよ、大須って。大須って屋根があるから、そろそろランキング読むから安心してね。屋根があるから雨の日とか傘ささないで歩けるんですよ。めっちゃいいですよ。竹下通りはないな。え、あるかな。ないな、竹下通りみたいな感じ、まあ、うん、しないな。多分渋谷とか新宿っぽいのが栄なんですよね、多分。まあ、そこまででもないけど、うん、だからなんかそう、竹下通りみたいな、もう竹下通りだから、多分その大須をおしゃれな、今なんかおしゃれな感じにしたの、おしゃれっていうわけでもないけど、ちょっと今時のお店ばっかりにしたのが原宿って感じ、逆に言えば、うん、って感じかな。でも大須もね、結構ね、いろんなね、最新のグルメとかありますよ。そう、ありますので、ぜひ
一緒に学校行く友達に電話かけて、行ってらっしゃい、頑張れ学校。よし、じゃあランキング見ますか。そろそろ行きます。13位しんさん、ありがとうございます。しんさん、ありがとうございます。12位どうやアットマーク、おだしな03組さん、これレミ組なのかな、それとどうやさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位翔太さん、翔太さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。10位イレブンさん、はい、イレブンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位ジュンヤさん、ジュンヤさん、ありがとうございます、ジュンヤさん、ありがとうございます。8位シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位ヒイラギアットマーク、初の朝橋のかけて一日頑張れる、やーたん、ヒイラギさん、ありがとうございます。今日も一日ありがとうございました、本当に皆さん。6位ヤーミーさん、ヤーミーさん、ヤーミーさん、ありがとうございます、ヤーミーさん、ありがとうございます。5位荒木重忠さん、荒木重忠さん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位ホングチュさん、ホングチュさん、ホングチュさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位マーサクマさん、マーサクマさん、ありがとうございます、マーサクマさん、ありがとうございます。2位大将アトマークさゆきさん、大将さん、ありがとうございます、ありがとうございます、大将さん、ありがとうございます。1位 S のワンペアアトマークゆうさん、 S のワンペアさん、ありがとうございます。あ、確かに大須行ったら唐揚げ食べる。私はね、唐揚げはあんま食べないんだけど、確かに大津には唐揚げ屋さんがめちゃめちゃあります。いろんなお店があるね。私は小籠包みたいなやつと揚げまんぼうっていうのがあって、おまんじゅう屋さん、なんか和菓子屋さん、おまんじゅう屋さんの200円くらいの揚げまんぼうっていうのがあるのを毎日食べてます。毎日じゃない、毎回食べてます。ちなみに昨日も食べて写真撮ったんですけど、ちょっと顔がブサイクだったから、まあ載せないなと思って載せないけど、今日見に、朝から見に来てくれたみんなにせっかくなんで見せよう。もう、はい、じゃじゃーん、これです、揚げまんぼう昨日食べました。やっぱね、外歩くと前髪とかがさ、ひどいことになるからさ、ちょっと写真で写せるような感じじゃないんで。朝から配信ありがとうございました。いや、こちらこそ。食べ歩きね、楽しいよね。大勢行ったらケバブ？ケバブ、どこにある？え、あるか？あるな。え、どこの？美味しいの？どこのが美味しいの？私、ケバブ大好きだけど、食べたことないかも。大勢で。どこでも美味しいかまた教えてください。また次、いつか行った時に食べます。あのね、顔面はいいんだけど、前髪がひどすぎて。そう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 。うんうんうん、まあ、揚げまんぼインスタ映えのような食べ物でもないしね。うん、これ何みたいな、多分写真で見たらこれ何みたいな感じだから。美味しいですよ、ぜひ食べてみてください、大好きです。そう、じゃあみんな今日も一日ね、お仕事とか家事とか、学校とかね、まあ、自宅警備員とかいろいろ大変だと思いますけれども、みんな共に頑張りましょうね、勉強とかね。今日も一日頑張りましょう。ということでね、朝8時から配信してたんですけど、見てくれてありがとうございました。バイバイ。以上、宇多田ハツカでした。ピース、またね、切るぞ、3、2